茂田健一は、地方競馬の浦和競馬場会場、沢塚瀬旧社所属の騎手、兄弟子に、三沢ジョージがいる。得意戦法は先行。1998年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年11月2日、第8回浦和競馬1日目第2競争 c 3五組、条件戦、オールマインで、初騎乗。同年11月5日、 第8回浦和競馬4日目第4競争4歳7組や条件戦をブライティアドーツで優勝し初勝利2000年9月26日第15回全日本新人王相派戦出場同年12月16日第6回中山競馬5日目第6競争4歳以上500万下でキングブリザードに騎乗し中央競馬初騎乗 2001年地方競馬通算100勝達成。2003年7月26日、第2回新潟競馬3日目第9、競争マリーゴールド賞競輪選手の山田博人の所有馬であるマリーゴールドで優勝し、中央競馬初勝利。2006年度は JBC のアンダーカードとして施行されたロジータ記念で重賞価値を収めるなど67勝を挙げ、 南関東公営競馬リーディングの13位に入る。なおこのうち所属である、浦和競馬での勝利が36勝と半分以上を、締め、大井競馬でも20勝を挙げている。2007年10月18日第7回浦和競馬4日目、第6競争を C33 組4組条件戦を、マグノリアで優勝し、4876戦目で、地方競馬通算400勝達成。 2008年1月29日、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場、同年10月30日第12回大池馬4日目、第1競争2歳選抜品馬条件戦をリワードマリンで優勝し、初の年間100勝を達成した。浦和競馬所属騎手としては、年間100勝を挙げるのは1976年の本間光雄騎手以来、実に32年ぶり。 同年地方競馬通算500勝達成。同年浦和競馬機種リーディング獲得。2009年1月27日、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。同年7月21日第7回大井競馬3日目。第5競争 C37 組8組条件戦を湘南マーブルで優勝し、7172戦目で地方競馬通算600勝達成。 2010年1月27日、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。2012年と2014年の佐々木武美カップジョッキーズグランプリで優勝。2014年5月14日、大井競馬第9競争をクロスクランチで制し、地方競馬通算戦勝を達成した。デビューの年に43勝を挙げ、その後もコンスタントに勝ち案を積み重ねており、 同級者のベテラン三沢ジョージ、元騎手と共に、浦和競馬をリードする存在であると言える。地方通算成績は1万10806勝2着791回3着780回。勝率8.1%、連帯率16.0%中央競馬は35戦2勝2着1回3着3回なん。関東競馬中央競馬、ありがとうございます。